はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレット・バイオレットのシングルランクマッチやってきます。ちょ、いろいろね、試しながら使ってるけど、まあなんかね、このテラスタル環境のね、なんかこれが強いんじゃないかみたいのは、全く、まあ見えないと。で、マニューラは普通にだるくて、まあサザンでテラス切っちゃえば全然ぶっ倒せるけど、その後に結局布を出てきて止まるのが目に見えてるから、あんまりやりたくないな。まあ、ヌオーにマスカーニャかドラパ合わせてそっから崩していくみたいな話はあるけど。まあ、天川とりあえずいないと話になんないか。ああ、まあ、どうも言うて天川にやることないと思うんだよな。で、ロックマンにはサザン投げて、で、まあ、TOD する感じになるんかな。多分だけど。アット1どうするかだね。まあドラパー無難に連れてってもいいし、マスカーニャがいても悪くはないけど、まあマスカーニャはそんな通り良くないか。どうしようかな。まあ居城から入って僕もステラマクって手あるけど、向こう多分テラスすんだよな。サザンから入ろう。で、アマが裏に置いて、アット1ね。アット1はドラパでいいわ。いや、これだったらドラパから入って良かったかもな。初手でドラゴンテラス切って、アローでキラフロールぶっ飛ばすみたいな。で、まあドラパ以外毒菱関係ないからね、戦術的に。そっちでもよかったかもな。サザンから入んなくても。よかった話はある。あ、グラーナマから来る。ならまあ僕めっちゃ初手当たりで。いや、サザンがね、結局気分でテラスタラを切ったら最強になれるっていうことに気づいたんですよ、僕。ここはアクハでいいね。しかも浮いてるね、冬の鋼タイプになれるのさすがに強いね。あ、テラスするんだ。何テラス？解決できるものあんの？もうこれか。結局それか。かといっては僕裏に引けなかったからな。僕これで全滅だな。テラバーストでしょ。ああ。でも少なくともグレンアルマの前で鋼テラス切る理由はないからね。これ裏何も続かないんだけど、手が積んだわ。なんかある。こっからできること、普通に負けなんだが。トンボで削って、いやー無理だな、さすがに。何もできなくなっちゃった。テラスタル難解だな。はい、じゃあ続けて2戦目やってきます。ちなみに僕、これ、動画撮ってるから、ああいうことされても、なんとも思わないけどさ、普通に裏でやってるとき、めちゃくちゃ切れてるからね、一人で、もう、つって、文句ばっか言って、で、こういうことしてるから、なんか、5桁から僕5桁から動画撮るの全然ためらいない余裕だから、無敵の YouTuber になれると思ってるんだけど、なんもね、躊躇ないよ。5桁から動画を撮ることに。何も抵抗感じないからね。当たり前でしょって思ってやってるから。その話はさておき、これ誰投げよっかな。まあ、サザンは割と投げドックだけど、ワニが、またフェアリーテラスしてくると、普通に、めちゃくちゃムカつくっていう話があって、で、銅は、なんかトカゲに毒入れられるとめちゃくちゃだるいんだよね。まあ、一応ドラパー一貫するから、まあドラパー投げていいか。サザンから入りたいな。ドラパ対面はテラス切ればいい。で、裏ドラパ置く。で、銅欲しいかな。フレアソングとサーフ語考えると、まあ、サーフ語にはだいぶ熱い戦術なんだけど、なんか他あったかな、選出の仕方。マスカーニあたりは投げてもよかったかな。いやーでもエンニュートに多分切れて終わるだけだよな。いや、6体 ×18 タイプはさすがにちょっとさ、無理くないか。まあ実情ちょっとテラスタルする理由がないタイプとかもあったりはするけど。カバから。トンボで削るしかないね。
いや、メガネのアクアカードだったらちょっときついだろうから。あー、だったらまあ流星打ってもよかったけど。あー、ステラ巻くタイミングが来るからそこで、まあ、殴るか。だからミミッキュがちょっとどうしようもないな。まあ一回銅を引いてっていう感じでいい気はするけど。ミミッキュにはそうね、ササンで照らす切ればとりあえずタイミング打ち勝てるから。いやー無理だな。全体王とはかけ離れたゲームかもしれん、このゲーム。ここはアロー打ってっていいと思うけどね。ミミッキュー、ミミッキュだったら僕トンボ返り押すから、アロー打つわ。さすがにいけるんじゃないかな。ちょっと届かない、テラス切れば絶対いけるんだけど。あー、ちょっと届かないか。まあドラパ寝てもいいかな、カバ突破できるなら。ドラパ寝て、ミミッキュにはとりあえず銅を引いて、から大体銅を引けばなんとかなるな。無理なのはドラパなんだけど、その場合は最速起きしよう。とりあえずカバー倒しちゃって、まあ、ドラパはあと型次第か、相手の。ドラパといちいち取りに来るなら別に、それは僕をカバハギ倒してるから全然構わないんだけど。最近毎日眠いんだよな、めちゃくちゃ。あー、ドラパー。まあ、リュウマイが嫌だけどね。まあ、これ出すからにはリュウマイなんだと思うけど。いや、これなら僕さっきテラス切ってよかったな、カバの前で。それでなんか全部スムーズに解決した気がすんな。さすがにここ殴ってくるっしょ。ドラパー多分ドラゴンテラスしかないと思うけどな。で、裏をどうで詰めれると思ってるけど。ここを悩んでからササン出すふりするか。即投げると。鋼テラスめっちゃ見え見えになるから、ちょっとってやってから投げよう。で、炎テラバースで死んで、ブチ切れると。なんで炎テラバースとお前押してんねんっつって。なんかなぁ。そう、それだと僕やってるゲーム違う気がするなぁ。それでいいとは思えない。それじゃいかんなぁっていう気持ちになるけど。たらここね、相手もテラス、いやー、この方だったらさすがにドラゴンテラスで使うでしょ。流星切っていいと思うけどなぁ。ああ、向こうテラスしてないんだ。まあでも、鋼になって困る場面がそんなに、ラウドボーンはどうで見ればいいから、そんなに問題ないと思うんだけどな。まあ、オッケー。まあ、竜舞してるからさすがに結構食らうけど。オッケー、当てんの神。ああ、タスキー。また、竜舞型だから、最悪別に銅で殴ってもいいっちゃいいんだよな。で、裏は多分銅でさすがに買ってるんじゃないかな。このアローがちょっと。あー、フイも持ってる。フイ、アロー、竜舞。アット1なんだろうね。わかんないな。まあ、銅を投げて。裏が大体どこで見れると思うんだけどな。ゴーストテラスの耳だけちょっとだるいけど、一応あれか、残飯使っといた方がいいか。何をされても基本的にそんなに変わんないから。うん、竜舞とかですぐ変わる話もないしな。通常のドラゴンアローが飛んでくるんだと思うけど。いや、これでラストにエンニュート残してるのはね、何の役にも立たないから、さすがにそれはないと思ってて。そんなってね、僕がラスト巨人だったらそれで、それで全部終わるわけだからさ、
さにラスト N ニュータンでないと思うんだよな。まあ、出す機会がなかったんだったらサーフ号あたりじゃない。エンニュートがなんでラストに残ってんのか全くわかんなくて、自信打っていくしかないかな。これは5桁で動画撮ってる僕が悪いわ。はあ、なんかホノテラスしてきたんだけど、だったら僕再生をしたかったな。だったら僕全然再生でよかったんだけどな。さあ落ちないワンチャン、落ちなくて、なんか死んだわ。別に勝ったからいいんだけどさ、これマジノーコンテストだよなこの試合は。さすがにノーコンテストな気がするけどね。僕が自称したのも浅いんだけど、まあ、GG お疲れ様でした。